新作登場に対する脅しし、アンチと脅しし、信者の反応集。今回の反応集は脅案脅信が入り乱れるので、わかりやすいマークを提示しておきます。それではどうぞ。37番道路から出てくんな。なんで脅しし、なんだよ、もっとふさわしいポケモンいただろ。この雄大な姿を見てまだ脅案続けるの？こんなん伝説のポケモンじゃん。600族の風格。オドアン敗北決定。オドアン泣きながら寝るの？哀れすぎるから催眠術使ってやるよ。オドシミュレーションで水遊び、炎タイプ半減になる。うお、惨めな遠吠え。翡翠ガーディーかな？オドシン態度だけは巨大マックスだねー。オドアンプルプルで草、威嚇が効きまくってんじゃん。ネットで俺のことバカにしてたよな。威嚇ギラ。すいません。これが現実。ユナイト内定かな。脅し死に進化作るくらいならスリープ作れや。やべえ、オドアンの鳴き声で攻撃力下がっちゃう。オドアンノーマルタイプに効果抜群取られてて草。オドアンいつも敗北してるな。早くモンボ級に上がってこいよ。出るだけで大勝利とか大して脅し死評価してないじゃん。人気ポケモンは出て当然なんだぞ。でも怪しし絶滅してるじゃん。怪ししって現代にいないってことは、自然の中で負けて淘汰された敗北者なんでしょ？怪しし、完全に公式から怪しい不審者扱いされててダメだった。どうして現代では進化できないんですか？つまり退化ってことだよね？秘宝、脅ししさん未来で進化を失う劣化種だった模様。未来で滅びてるってことは進化系じゃなくて退化系だろ。現代では進化できなくなった雑魚ってことじゃん。オドシンの負けだよ。あれ、オドシンやってるのにまだオドシシ進化させてないんだ。オド？多分金銀初登場以来一番輝いてると思うこいつ。ゲイフリオドシシに媚びすぎだろ。オドシンはどうせマスダさんと寝たんだろ。進化をねじ込むために舐めたゲイフリ社員のケツはうまかったか。オドシン。オドシンはゲイフリの家族を解放しろ。オドシンは何も偉くないからね。オドアンイライラでポフィンがうまい。オドアンはオドシシライドが嫌なら歩くことだな。オドアンは歩いて神を回るってマジ？オドアン翡翠地方とことこで草。足腰鍛えとけよオドアン。怪しし様の毛でできてる防寒具も着れないねー。オドシシ大勝利嫌だな。こんなのポケモンオドシシじゃん。タイトルがアルセウスなんだから進化前のオドシシが出るのは当然なんだよな。実質オドシシバージョンだろ。アヤシシはアルセウスに進化しますか？シャイニングダイヤモンド、ブリリアントパール、アルセウスオドシシ。ポケモンレジェンドオドシシか。オドシシ、アヤシシ、アルセウス、字面的にもちょうどいい。まあアルセウスをタイトルに冠した作品で、真っ先に紹介されるのはそういうことだよね。オドシシとアルセウスの関係とうとう明かすのか。アルセウスに似たオドシシが、アルセウスに出るってことは、そういうことです。今君の前で存在感を放つ。世界はオドシシを選んだ。What is this Pokemon? This Pokemon is very beautiful. オドアン、お座り。オドシシトレンド入りしてるけどオドアンどうするの？未来では乗られないからみんなに嫌われる未来じゃん。オドシシなんか認めねえからよー、徹底的に抗議していくぞ。オドシシだけどオドシシじゃなくてダメだった。また全ポケモン人気投票があったらオドシシとアヤシシ別カウントなんだけど、オドシンはそこわかってんの？ミロカロスだって元はヒンバスだし、それと似たようなもの。進化ポケだからってピカチュウの人気が雷中のものになったりしないだろ、現実を見ろ。スピンオフで進化系もらって喜んでるけど、逆に言うと本編ではもう進化できないってことだよね。オドアンはなんとかゲーム内設定を茶化して脅ししバカにしようとしてるけど、ゲイフリが最新作の顔とも言うべきポジションに脅ししの進化系を置いた事実はどうしたって揺るがねえんだ。オド様進化もらう作品が新機軸なんてすごすぎ。本編での活躍は一般ポケモンに譲ってあげるオドシシさん優しい。
脅し師が進化したんだよ。すげえじゃん。なんでアンチが調子こいてんの？進化後がもらえるってどんだけ選ばれた存在なんだって話。過去の脅し師に進化があっても現代では進化が失われてるんだぞ。話題になってんの怪しし様なのに脅しんウッキウキで笑っちゃうわ。100億歩くらい譲って怪しし君が素晴らしいポケモンだったとして、脅しんが大好きな脅し師の地位は別に何一つとして上がってないよね。脅し師だとコンプライアンスに問題があるから怪しし師になったんだよね。奇跡脅し師の時代が来てしまうのか。ただでさえ威嚇持ちのエリートポケモン脅し師に奇跡が適応ってヤバくない？奇跡でクソが役になったら笑う。原種バリアードは奇跡したようだから、脅し師もその可能性が高い。奇跡脅し師絶対良いじゃん。回復技ねえぞ。奇跡脅し師マジでありだと思う。威嚇で物理にめちゃくちゃ硬いし。すまんそれポリ2でよくね。ゴースト技受けで出てきて威嚇放って電磁波か催眠かけてくるだけでクソーぜーだろうな。B62D65 で耐久すんの？改めて脅し師の種族値見るとゴミカスだな。脅し師は奇跡という強化もらったけど脅アンは？脅し師は進化できたけど脅しんは？後付けの過去の栄光にすがる脅しん。進化で見た目が変わったポケモンをもてはやすのって、脅しんさんのキャラ愛を疑っちゃうな。実質別ポケだから調子に乗るなよ。汚ねえおむつみたいの履いてるだけあって、ベイビーポケモンの仲間入りじゃん。怪しいノーマル、エスパーじゃねえか。脅しし進化してキリン力によってくとか、これもう格付け終了じゃん。もしかしてキリン力のエスパータイプをずっと羨ましいと思ってたの？見下してた相手のタイプに進化するとかマジ？実質キリン力の勝利。もうキリン力のパクリでしょこれ。キリン力には威嚇ができますか？できません。キリン力死んじゃふんし。威嚇枠がランドロス顔がエンオドシシの時代来たな。どう考えても冬の姿があるメブキジカの方が神王に合うだろ。メブキジカ、かっこ冬、とキャラ被ってるじゃんね。メブキジカの冬の姿パクるとかプライドはないのか。メブキジカ信者の嫉妬醜すぎるだろ。オドアンサー、君たちの大好きなキリン力やメブキジカは出た？ご先祖が偉大すぎて余計に今の脅し師の不甲斐なさが浮き彫りになったな。怪し師はあまりにも強すぎて自主的に進化封印してるだけなんだけど。これは怪し師様の時代来るわ。絶滅するから一生来ねえよ。脅し師がここまで語られることなんて二度となさそう。そもそも脅し師信者とアンチってなんだよ。脅しんと脅アンっていう単語だけでもう面白いのずるいだろ。こんなにみんなが狂気するなんて大人気ポケモンじゃん。キノコタケノコ戦争みたいなノリで戯れてたら、マジモンの人が切れ始めて怖くなる。それが脅し師の魅力なんだ。令和の時代に脅し師でキャッキャしてるのは泥の底って感じがしていい。